オアシスは27日公式 SNS で来年行うツアーの日程とチケットの発売日を発表しました。また続けて、銃声が静まり星が一列に並んだ、長い待ち時間は終わりだ、テレビで放映されることはないから見に来てくれとコメントを投稿しました。これに先立ち SNS で8月27日午前8時というメッセージを投稿していて、再結成の発表が行われるのではと注目が集まっていました。オアシスはイギリスマンチェスター出身の兄のノエル・ギャラガーと弟のリアム・ギャラガーを中心に1991年に結成され、What Ever、Don't Look Back in Anger など多くのヒット曲を生み出し、全世界で7000万枚以上のセールスを記録するなど世界的な人気を誇りましたが、兄弟の不仲から2009年に解散していました。